K-POP 界が揺れている。最大手の芸能事務所、ハイブ、ハイブ、で内紛問題が表面化し、当事者同士が激しく争っているのである。世界で大人気のガールズグループニュージーンズ、ニュージーンズの活動が危ぶまれる事態となっており、心配しているファンも多いだろう。2024秋冬ソウルファッションウィークのアンバサダーを務めた K-POP ガールズグループニュージーンズ。 筆者はニュージーンズの曲が好きでよく聞いており、今回の騒動を報じるニュースは連日追いかけている。本記事ではこれまでの報道をまとめつつ、民肥人氏がプロデュースしたニュージーンズとは何だったのかを考えてみたい。日本でも人気爆発、ニュージーンズおじさんも話題に今回の騒動で主人公となっているのは、ニュージーンズの所属レーベル、アドア、アドアのミン、の民肥人代表である。 ミン氏は K-POP 界では超有名なディレクターである。もともと大手事務所 SM エンターテインメントに所属。2000年代の後半からクリエイティブディレクターやアートディレクターとして少女時代やシャイニー、エクソ、レッドベルベットなど多くのグループのブランディングを担当した。2022年3月には米紙、バラエティでグローバルに影響力を持つ女性にも選出されている。 彼女は2019年 BTS が所属するハイブに移籍した。参加のアドアの代表としてニュージーンズを全面的にプロデュースすることになる。ニュージーンズは2022年7月のデビュー当初から爆発的な人気を獲得していった。音楽サイト Spotify ではこれまでに再生回数が累計10億回を突破し、ビルボートのチャートにもランクインを果たした。日本でも人気が爆発。 ニュージーンズにハマる中高年を指す、ニュージーンズおじさんが SNS でも話題となった。2023年末の紅白歌合戦にも出場し、夜遊びのアイドルに合わせて踊る姿が注目された。最近、日本デビューが決まったばかりだった。ニュージーンズは音楽面だけでなく、宣伝方法、独自のアプリの開発やファッションなど、トータルコンセプトが注目されてきた。 Z 世代を中心に世界的な人気を博している Y2K2000 年前後のテイストを取り入れたファッションはニュージーンズが引き付け役だと言っても過言ではない。K-POP という枠組みを超え世界のポップカルチャーに影響を与える存在。それがニュージーンズであり彼女たちを全面的にプロデュースしてきたのが民ジ人氏であった。パン氏・福氏を通列に批判した世紀の記者会見。 今回の騒動で最初の報道が出たのは4月22日だった。ニュージーンズの所属会社アドアに対して親会社に当たるハイブが監査に着手したというのである。アドア株の80%はハイブが所有している。ハイブはアドアの民肥人代表らが独立を画策したとして監査権を発動したのだった。4月25日、ハイブは民主を業務上背任容疑で告発すると発表し、 代表辞任を求めた。背部側の発表によると、民氏はシャーマンの女性に、独立の方法や人事採用のあり方などを相談していたという。このあたりはパククネ、パククネ元大統領の、最純未、チェスンシル、ゲート事件、2016年に表面化、を彷彿とさせるが、民氏側は、ただの知り合いだと全面否定しており、審議のほどはわからない。 外部側はこの時これ以上経営を任せられないほど深刻な問題が明らかになっているにもかかわらず、民主が辞任に応じず、経営に深刻な支障をきたしているとのコメントを発表している。